閉店を準備してくださった、そして企画してくださった皆さんに心からお礼を申し上げます。首先非常感谢能邀请我参加这次道教节的活动，能够和来自世界的同道之人一起来参加来庆祝这个节日，对此我深感荣幸，也恭喜道德节的隆重开幕。以后我们周围成员们可以就是应该是不关心下来多方向の村は村人を集めて、そして多くの人が被災をしました。その上に世界中からも温かい支援をいただきまして、特に中国、台湾の皆様からも本当に温かい支援にこの場をお借りしまして、もう一度お礼申し上げたいと思います。フェイちゃん、ガンシェ。在一年之前的三月十一日，在日本的东北部发生了大地震，因为地震、海啸、海洋变动的泄漏事件，受害严重。在那个时候呢，受到了特别是在中国和台湾的帮助，以及世界各国，向日本伸出了援助之手，给我们很大的勇气。借此呢，向大家表示最真挚的感谢。中国では昨日、四川大地震の復興完了を宣言されたそうです。日本の東北は一日も早くそんな日が来るように、日本全国で力を合わせて頑張りたいと思っています。昨天我在网上看到，中国政府已经宣布了正式完成了四川大地震的复兴工程，而日本全国呢现在也是一条心，会为了这一天的早日到来而努力。今日本だけでなく、地球、私たちが住んでいる地球環境の破壊はもうすごい勢いで進んでおります。人間だけの外国で汚してきた地球環境、そして調和を崩してしまった現在、今こそ人類は自分たちだけの、繁栄や利益を追求するエゴを捨てて、地球の中に生かされている全ての動植物、そして存在する全てのものと調和して、共に力を分け合って生きていくことを考えていかなければならない。それこそが人類の明るい未来に向かっていく方法だと思います。现在应该是在日本，我们所住的地球环境，所受到的破坏也正在日本加剧。人类的欲望污染了地球，破坏了自然的和谐。我们人类应该放弃只对自身利益的追求，让生存在这个地球上的所有生命都处在和谐中。我们也必须互助共存。我想这样才能打开人类的光明的脑袋。世界のどこでいつ何が起こるかわからない今、この時代に人類の行くべき道を示してくれる哲学を世界が求めています。それこそが孔子の哲学であり、無意識の道の真理だと思うのです。其实现在在世界的何时何地并发生什么事情，一切都是未知数。人类也开始在遵循着有一盏明灯能指引前进方向的哲学，所以我想在这里说，现在正是该去普及老子哲学的时候。私たち倒れる人たちが手を携えて世界にこの無意自然の顔を広めていかなければいけない時に来ていると思います。私たち人間の力は本当に小さいですが、宇宙の法則、タオにのっとって皆の力を合わせれば大きな力になると思うのです。作为道家们，就应该携手一起，共同为了普及道家而努力。在宇宙中生存的我们的力量虽然很微小，但是只要去遵循宇宙之法则的道，那么我们的合力将是非常强大的。日本道館社会道場林下天来が人生を最高に生きる八冠一生老子道東京のやり方ということで、本を現代の人に非常に分かりやすく書いております。中国でも本を出版する予定になっています。そして、江戸時代、今度本を出版しますが、江戸時代の、日本人が勉強していた老子の本を復刻して出版をしたいと思っています。ぜひ皆様にも差し入れたいと思っています。日本道观除了传授道的哲学、气的修炼方法、如为自然的生活方式以外，也进行道教书籍的出版工作。日本道观的第一位道长早坂天来所著的《人生最棒的生活方式八十章》，解
读《老子道德经》一书中，向现代人也简易易懂地阐述了老子的思想。另外，我们现在呢也正在和中国的研究学者们一起进行着学术的研究工作。在江户时代，也就是16到18世纪初吧，当时有日本学者所研究的《老子道德经》注解的图册版，也将马上出版。魅力ではありますが、ぜひ皆様の力をお借りして、この不安な時代にこそ最も必要とされているタオの哲学、無理自然の生き方を世に広め伝えてまいりたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。虽然我只能出点微薄之力，但是也一定和大家一起在现在这个时代面向世界去努力传播老子的哲学，还请大家以后多多的关照。一丸となって推進していくというこの素晴らしい、企画活動がますます大きく世界に広がっていきますように心から祈っております。谢谢大家的参与。这个呢，取决于不止大家这个活动能够圆满成功，也真心希望随着今后的活动发展，能够让大家渐渐的传播这个世界。谢谢大家。好，谢谢您，谢谢。那因为时间的关系哦，我们下面呢要进行的是我们的